私たちはアミンチュを応援しています。知ったかぶり買いつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。懐かしい滋賀が映像でよみがえる懐かしが。これは1967年の沖島、淡水の湖の中の島に人が暮らしているのは世界でも珍しいことなんじゃ。そんなこともあってか小学校に視察に来ておるようじゃ。当時も今も子供ちゃんは可愛いの。今はほとんど見ない懐かしい木の机にわしはテンションアゲアゲじゃ。50年近く経った今でも沖島は美しいままで琵琶湖に浮かんでおる。民泊やレストランもできたようじゃし、フェリーでのんびり訪れてみてはどうじゃ。今、滋賀愛が試されるクイズ滋賀道。農家の謎、野巻。大津市にある農家、その昔田植えがうまくいかず困っていた時に思わぬ助け舟があったという伝説から名付けられました。それはどんな助け舟だった？答えを探しに大津市農家へ。聞き込みを開始。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はい。知ってる？言って言って言って。わかりません。知らない。皆さんあまり知らないようですね。ヒントはある動物が田植えを手伝ったんです。核心に迫る情報を知っている人が。長岡神社梅屋さん、詳しくは梅屋さん行ってもらったら普段書いてますんで、ね、詳しく見てもらって分かると思います。早速長岡神社へやってきました。の中ほどにある名馬鹿神社は約1300年前に建立された歴史ある神社です。神社の案内板に地名の由来になった助け舟の真相が記載されていました。大津市にある農家、田植えがうまくいかず困っていた時に思わぬ助け舟があったという伝説から名付けられました。それはどんな助け舟だった？答え、鹿が出てきて苗を背負って農業を手伝った。まさに伝説の助け舟ですね。また農家の読みは名馬鹿神社の名馬鹿が変化したものと言い伝えられています。なるほど。次は会ってくれてありがとうだもん。
当たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、あってくれてありがとう。の会社は、道路工事の方で、旗を振っております。交通誘導警備を専門とさせていただいている会社です。またスーパーだとか店舗さんのですね、駐車場の警備をさせていただいたり、イベント等の駐車場の誘導、歩行者の誘導をさせていただいている、安全を専門としております会社になります。私たち甲賀市に会社がございまして、何かその甲賀市さっていうものをアピールできるような警備業務をしたいなというふうに思いまして、甲賀市の地域財産であります忍者というものをコラボさせていただきまして、忍者警備というものをさせていただいております。忍者が旗を振っている、ね、または誘導灯という赤い赤色灯なんですけども、ああいったものを振っているっていうものを見られると、え、何あれっていうふうに一番最初に思われる方がたくさんいらっしゃって、あ、警備員さんなんや、警備員さんってあんな服着てはる警備員さんいるんやっていうふうにすごく驚かれることが多いです。忍者やって言われたり、ある人は何々でござるなとか言うたりとかですね、あと子供なんかですね、こういう目の前に持ってる誘導灯とか持ってサンバラごっこしたりとか、っていうのもありますし、一緒に写真撮らせてくださいって言って一緒に記念撮影をしたりとか、っていうのもあります。どうしてもその警備業務に疲れてる方っていうのは大半が男性の方が多いんですけれども、やはりその年々やっぱ女性が必要となってきている業種でもあるんですね。なので女性も活躍できる部分っていうことで、忍者の服を着ていただきながら警備をしていただけたらなと思いまして、今この一部隊っていうのを作りたいというふうに思っています。私の夢はその自分とこの会社だけでこの盛り上がりをしていくのではなくって、いろんな、他府県であったり地域の皆さんの会社さんの特色たくさんあると思うので、私たちのその甲賀市にある会社はたまたま忍者の警備をさせていただいたんですけども、そのそれぞれの地域にあったなんか特色のある制服とかを使っていただいて、もっと警備業務を盛り上げてもらいたいなというふうに思っています。警備業務っていうのは旗を振っているおっちゃんがいる、おばちゃんがいるっていう、単純にそういうふうに一般の方には目に入ってるかもしれないんですけども、実は警備員さんってスーパーヒーローですよね。っていうのは40キロとか60キロとかっていう結構なスピードで走っているものを身一つで止める、これってすごいことなんですよね。で、警備員さんの集中力がないと車なんて絶対止められない。で、ドライバーさんに対しても止まってくださいねっていう風に気持ちを込めて旗を振らないとやっぱ止まってもらえない仕事でして、実はすごい仕事なんです。警備会社側もその人たちを信頼して現場の方にお客様の方に提供しているので、ぜひそういった部分でもこの人たち実はすごい人たちなんやなっていう風に見てもらえればいいかなと思っています。今シガー愛が試されるクイズシガ道、大阪の謎。滋賀と京都の境にある大阪の地名、その由来にはやはりある出会いの伝説がありました。それはどんな出会いでしょうか。答えを探しに大阪へ。早速聞き込みを開始。あ、それは知らんな。大阪の席から来てるのかなと思ってただけで、
はい、知らないですね、はい、すみません、ちょっとそれはちょっと勉強不足で初めて聞きましたけど、関千美丸神社というお宮さんがあって、そもそもの千美丸というその方が百人一首の歌が一首歌われている、それ の, その作者であるということで、まあ、名前が大阪になったのかなと我々今ちょっと思ってたんですけど、百人一首の句から来ていると答える方が多いですね。手がかりを探しに大津市歴史博物館へやってきました。日本書紀ですから、まあ、もう伝説に近いお話になるんですけれども、まあ、神宮皇后の時代に、まあ、皇位の継承をめぐって少し争い事がありまして、神宮皇后を倒そうとする押駒王という人物と、そして神宮皇后の、命を受けた竹之内の宿根という武将が大阪で出会ったっていうところが、あの大阪っていうふうに言われた由来だというふうに言われています。正解は皇位継承をめぐる戦で軍隊が出会ったでした。神宮皇后に、まあ、あの対立する形で押駒王が兵を挙げて、まあ、宇治の方で戦うんですが敗れています。まあ、そして逃げてくるというわけではないんですが、押駒王の軍が東の方へ移動してくるところを、まあ、竹之内の宿根がたまたまこうそこで出会ったというふうな形で、はい、あの大阪っていうふうに言われるようになったということですね、はい、結局押駒王は敗れて、まあ、そして、まあ、瀬田の方で、まあ、あの亡くなられたかなというふうには伝えられているところです。和歌の枕言葉にもなっている大阪、もっとロマンチックな由来かと思ってました。皆さん答えを知っていかがですか？あ、そうですか、初めて聞きました、はいはい、クイズ滋賀道、次回もお楽しみに。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。